ネルリの生新女秘護制度ボゴリュボボは、ロシアブラジーミル州、スズダルスキー地区にある村。州都ウラジーミルから北東へ 10km ほど離れた近郊にあり、クレア島川とネルリ川の合流点に位置している。人口は4218人。ボゴリュボボには、ウラジーミルスーズダリ大公国の大公で、ウラジーミルを国の中心としたアンドレイ・ボゴリュブスキーの居城があった。 アンドレイは、対抗即位から間もない1158年、ネルリ川がクレア島川に合流する地点に、新たな居城の建設を命じ、1165年に、かけて築かれた。この地は、クレア島川を経て丘川、ボルガ川水系へとつながる水運の便の良さから、宮廷の場所に選ばれている。一方で、ロシア正教会では、アンドレイ・ボゴリブスキーが、カミン女、 マリアの姿を見る奇跡の起こった地にボゴリボボの町が建てられたと信じられている。その場所には1165年にネルリの生、新女秘護聖堂が建てられている。アンドレイがボゴリボボの居城で1177年に殺されると、ボゴリボボは、リャザンコフレップにより略奪され衰退し、1230年代には、ルーシに侵攻したモンゴル帝国が城郭を破壊した。城の塔や、 城壁の跡は現在も見ることができる。ボゴリュボーボには17世紀に大きな修道院が築かれたが、10月革命後には閉鎖され、ソビエト連邦の崩壊後の1992年に復活した。ネルリのま新女飛護制度は1165年の創建以来のまま今日まで残り、中世ロシア建築の代表的な傑作として世界的に知られている。 1992年、ボゴリボボのアンドレイの定石及びネルリの生、新女秘護聖堂は、世界遺産、ウラジーミルとスーズダリの白アの建造物群の一部に、指定された。ありがとうございます。